皆さんこんにちは、岡本一郎です。はい、本日は2022年11月20日になります。まあ11月もね、あと10日ぐらいで、30日までだっけ、まあ10日ぐらいでね終わるんでね、そろそろまあ冬の準備もしなきゃいけないですね、新潟県は。今日はタイヤの組み替えやってきます。このタイヤ、モビリオスパイクのまあ純正のねホイールですけれども、もうね去年履き潰した感じでツルツルなんでね、こちらこれ新品じゃないんだけどね、このウィンターマックスっていうタイヤでございます。2016年製だから結構古いっちゃ古いんだけど、これまああの、ヤフオクだったかな、ヤフオクで結構バリ山、ちょっと古いけどバリ山です、ね、めちゃくちゃ山があるタイヤをね、送料込み6000円で買いました。でもね、タイヤにこう消耗品にねお金かけるのはあんまり好きじゃないということでですね、いい出物があったら中古でも全然気にしないということでですね、こいつで今シーズンはね通そうかと思います。こいつをねこれから、まあ、あの貸しガレージ、レンタルガレージに行ってね組み替えていきます。僕ねあの手動のタイヤチェンジャー買って持ってるんだけどね、非常に大変だったんですよね。だからねちょっと今日はまあ楽してね、楽してタイヤチェンジャーでね、取り替えさせていただこうかと思います。これから、そのね貸しガレージに向かおうと思います。まあちょっと何年かぶりに行くんでね、多分大丈夫だと思うんだけど、一応ですね、まあ、あの自分でやるためマイビードクリーム、マイビードクリーム、マイタイヤレバー、ライトショー、あとはですね、まあバルブ変えちゃおうかな。バルブも今回ね、ほんま自分で持ってって変えます。あとまあウエイトもね、こうやってと今までのウエイトを取っといてあります。これね、打ち込みのウエイトね、まあ本当は再利用しちゃいけないんだろうけど、再利用をまあ、しますね。足りない分は向こうでね、あの変えますんでね、まあバランスも一応取ってこようかなと思っております。まあこの辺は向こうにあると思うんだよね、いつも通りね。うん、もしまあねこれ要は借りるの有料だったとしたらね、まあ自分で持ってった方が、持ってるんでねいいかなと思います。これね、これ何年か前に買ったんですけど、使ったことあるんですよ。あのねコンパネに打ち付けてやったんだけど、で自分が乗りながらやるんだけど、ものすごい大変で、これちゃんとこれコンクリートの上とかにね設置してビスを打てば、これあのタイヤチェンジャーなんですよ、これ手動のタイヤチェンジャーでもすっごく大変だからね、これなんか改良したりするとね良くなるらしいんだけどね、やがてやろうと思ってんだけど、今日はね楽させていただこうかと。タイヤチェンジャー使います、有料でね。はい、貸しガレージに到着ですね。こちらは国道116号線沿いにある新潟市西蒲区になりますね。岩室という地域になりますね。中古車屋さん、イエストというね大きな中古車屋さん、昔岩室自動車って名前だったらしいんですけど、こちらにね貸しガレージがあるんですよね。こちらの方でね貸しガレージ借りてですね、タイヤチェンジャー借りられます。今なんか2個あるらしいんですけどね、僕は、毎回ここでねタイヤチェンジをするんですけど、まあタイヤってほら 2,3 年は持つじゃないですか大抵。だからねかなりここにちょっと久しぶりに来た、久しぶりに来た感じはあるんですけどですね、まあここでねとりあえず受付してですね、タイヤチェンジャーを、お借りしようかなと思います。ここですね、イエストボディショップになりますね。
この枝の方にが上で、この玉の方に下いますね。まあ、違うね、反対の方。
ここ。これはどこの機械なのかわかんないけど、まあまあ使いやすかったですね、うん、まあ今まではねずっとこれだったんで、これが古い方ですね。ウィンク IR20 ってやつ、あんまりこれもねいい機械じゃないんだけど、まあ、今回のはもうちょっと大きいホイールをできるんじゃないかなっていうところですね。使いやすかった割合ね。はい、終了でございます。はい、作業完了です。汗すごいかいた。外は割と寒いんだけど、まあ作業したらね、まあ汗かきました。タイヤチェンジャーの利用料っていうのは、まあタイヤ1本につきいくらなんですよ。昔はね1本300円だったんですけど、何年か前に、3年前ぐらいかな、それこそ倍になってですね、1本600円になっちゃったんですよ。で、排気量もタイヤを捨てる料金も近年高くなって、1本440円かかるんで、結局合計でね4160円って、結構まあちょっとお高めではあるんだよね。まあタイヤチェンジャーね、持ってるまあね人とかがねいたりするんでね、何回かこうねやってもらったり借りたりもしたんだけど、自分でもねほんと買おうと思ったことがやっぱり何回かあるんですけど、なかなかね、まあその安いやつからで言うとね、ほんと10万15万ぐらいでねあったりするんですよね、タイヤチェンジャー。それこそ100ボルトのやつとかもあったりするから。だけど付帯してコンプレッサーとかも必要だし、なかなか何かとね、で車庫も絶対いるし、何かと大変かなと思って、結局まあね、まあ何年かに1回のタイヤ交換なんでね、だからまあいいかなと思って結局そのままなんだけど、まあね、友達もなんか買いたいなんて言ってたからね、まあ友達買ってくれれば買ってくれればね、その友達んちでね今後は やらせてもらおうかなと思っちゃうんですけど、まあタイヤの排気だけはどうにもなんないんでね、まあタイヤ屋さんに捨てるか、まあそこはね多分ね持ち込みで捨ててくださいよって言っても同じような金額でやってくれると思うんでね、だいたい今まではね300円ぐらいだったんですけど、今回ねここの、タイヤ排気量は440円1本ね、15インチ以下だとね、だからまあ、これ14インチだからね、まだそれで済んだけど、15インチ以上になってね、大きなタイヤってなってくるとね、600円とかだったらすごい高いですよね。だから、タイヤ4本買えるのに6、4、24、ね、600円かかって、で、それで排気にね、その、ね、15インチとか、別に15インチなんて今軽自動車でも15インチじゃないですか。15インチ以上だと600円かかるんで、6、4、24。そうすると4800円かかることになるかな。まあ僕はね、14インチのタイヤを履いてる純正のタイヤだから、まあとりあえず、ね、今回4160円で済んだけども、まあ結構ね、自分でこう汗かいてやるのはまあ、にしては、かかるかなっていうとこですね。うん。まあでもあの作業は楽しいからね。タイヤのね、組み替えっていうのはね。まあ僕らはこれ、ね、まあちょっとざっくりとしたここにカメラつけてね、GoPro で撮ったのが、まあ綺麗に撮れてるかどうかなんとも言えないんですけど、まあちょっと作業に必死だったからね。まあ僕のそのタイヤのね、その組み替えが、まあそれが正解なのかどうかっていうのはなんとも言えないですけど、まあとりあえずね、今まで何十年とね、僕が自分で組み替えたタイヤでね、問題なく走ってるんで、まあ大丈夫なのかなとは思っているんですが、まあとりあえずね、今日はねタイヤの組み替えというね動画撮りました。まあこれあと家に帰ってね、もうね、もう11月20日なんでね、もうねこれにタイヤもね付け替えて、もうスノータイヤ仕様にしようかなと思います。とりあえずねお家に帰って、タイヤをね、まあスノータイヤに、これもまた自分ではい取り替えます。家に帰ります。はい、冬の準備完了です。空気圧ね 2.2 で入れたから問題ないと思うんだけど、なんかちょっと潰れて見えるんだよね。不思議だよね、スタッドレスってね。まあ最後はねトルクレンチでね、どれぐらい、120ニュートンぐらいで締めてます。確かそれぐらいで正解だったと思う。120ニュートンでね締めてますよ。 OK ですね。このね新しく買ったジャッキとってもいいです。まあ割とアルミのね軽いジャッキなんだけども、すごくまあいい、ね、ものでした。買ってよかったなと思えるものでした。はい、こんな感じでございます。冬の準備完了。まあね、まあ降らないに越したことないというか、あんまり降ってほしくないなというのが正直な気持ちでございます。
はい、というわけでですね、今日はね、タイヤ組み替え、胸にね、つけた GoPro の映像がどんな感じで映ってるのか全然わかんないからね、ちょっとわかりにくかったかもしれないですけど、で、周りが混んでてね、ちょっと喋れなかったんでね、後でナレーション入れようかなと思いますけれども、そんな感じでございます。2022年11月20日、何年ぐらい持つかなっていうね、まあ2シーズン持ってくれればいいかなと思うんですけど、中古のタイヤね、なかなかでも本当にバリ山のいいものでした。はい、というわけでですね、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッド評価、コメントなどなど入れていただければと思います。はい、ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。